やっちゃうよ、ラジオ熱唱で今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカ工場の、ゴースト型とダックプリ型について語っていこうかなと思います。で、結構ね、その動画の質問でもらうのが、ゴースト型とダックプリ型どっちが違うのっていうね、話をね、結構もらうんですけど、どっちが違うのじゃない、どっちが強いのっていうね、話をもらうんですけど、マジで、好みなんですけど、基本的にはダックプリ型の方が使いやすいです。そう。で、使いやすいから、実際なんだろう。まあ、強いっていう感じですね。で、これは完全に上級者向けなんですね、ゴーストは。うん。っていうのも、そうなんだろう。ゴーストとダックプリの役割ってそもそも違くて、ゴーストは、なんだろうな。まあ、割と手札把握とかで、アドを生み出せたり、相手に無理やりこのカードを咲かせるってことができるカードなんですね。まあ、例えばなんですけど、もう相手が、もう一発も食らえねえよーっていう時に、相手がね、陸受けがね、そのなんか建物しかない時とかに、ゴーストを投げると、そのね、建物を引き出したりとか、まあ、墓石とかですね。墓石とか、を引き出せるカードなんですね。で、逆に言うと、そのダックプリとかは、ゴーストみたいに端前単体で出すことってそうそうなくて、その、やっぱりなんでしょうか。まあ、ペッカの後ろにつけるのが結構多いんですよ。そうそうそう。あとは防衛で使って、ダックプリはね、結構ヒットポイントが高いんで、防衛で使っても残りやすいんですね。プリンスとかとも勝ち合ってもそのダックプリが自陣だと勝つんで、その前に、工場をつけたり、ユーノをつけたり、して、そのなんだろう。まあ、カウンターですね。カウンター主に。うん。ダックプリはカウンターだったり、その、がっちり形を組むときに、ペッカの後ろにつけたり、まあ結構役割がはっきりしてますね。で、ゴーストっていうのは結構防衛でもたまに優秀な時もあって、枯渇相手だったら絶対に温存しなきゃいけない。その端前にね、プリンスアウトローとかにやられるんで、ゴーストとかは絶対に温存しなきゃいけないカードだったり、そのね、枯渇系を止めれるカードだったり、まあそれはダックプリも同じなんですけど、そのね、やっぱ手札把握が完全にできているとか、逆にそのペッカの前につけて、走らせて、タワーのタゲはペッカに打たせるけど、ゴーストは前につくみたいなね。そういう役割をしたり、逆サイにね、ぶん投げてから、これを引き出すから、で、今これが出てくるからって、そのタイミングで、ね、言うのを追加したりとか、やっぱ上級者向けですね、ゴーストは、圧倒的に。で、俺も、なんかずっとダックプリを使ってたんですけどね、そろそろ上級者になりたいなと思ってね、最近、あとウッドが増えた、完全に。ウッドが増えたっていうのもあって、その、ダックプリをね、じゃなくて、ゴーストにしてるんですけど、あとゴーストはスケアイスピ系にちょっとだけ強い、ちょっとだけね、ダックプリよりも、うん、っていうのも、アイゴレとか3コストで結構回転が追いつきやすいっていうのと、やっぱりそのなんだろう、アイゴレとかでしかね、しっかり受けれるカードがないんで、端前に出した時にちゃんとなんだろう、スケとかだけでとかアイスピだけでは完封できないんで、ゴーストはね、そうなんで、そこら辺がねちょっと強いかなって思いますね。な感じで、まあ、ゴーストは手札把握や襟把握で単体で投げることが結構序盤は多い。で、終盤は、まあ、ペッカの前につけたりだとか、逆サイ工場攻めの、前につけたり。まあ、そうですね。っていうのが多いので、まあ、そんな感じですね。で、ダックプリなんですけど、これはね、もうね、本当に、そう、つける。まあ、ジャイに近いですね。ダックプリ型にしちゃうと。ジャイに近い感覚が、まあ、ケツペッカしてから後ろにダックプリをつけて、逆サイに工場誘導するよー、みたいな。まあ、形をちゃんと組んでからっていうのが好きな人は結構ダックプリ型をおすすめですね。俺はもうバシバシ手札把握していくからって人はゴースト型がおすすめですね。ってことで俺は今、ゴースト型を押しているので、ゴースト型でいきたいと思います。まあそうですね、その、違いっていうのも難しいところではあるんですけど、本当に、でも言っちゃえばね、言っちゃえばなんですよ。言っちゃえば、俺は、トロ、本当に、7000とは言わずとも、6000とか6500までは、ダックプリ型を押します、俺は。うん。っていうのもね、やっぱり、ちょっと待って、早いな。そうで、今、ペッカがね、マジで強いんですよ。ペッカがね、俺がね、あ、ちょっと弱くなったかな、みたいなことをね、前の動画でね、ちょっとそんなね、アホみたいなこと言ってたんですけど、ペッカがマジで強くて、OK。で、これなんですけど、今出した工場ですね。で、今出した工場も逆サイじゃなくて同サイに出したのは意味があって、相手のデッキに、そのなんだろう、建物がなさそうなデッキですね。には、ペッカプラス工場っていう形がめちゃくちゃ刺さるんですよ。そう。なんでっていうと、単純にペッカを止め
なきゃいけないから呪文を裂かなきゃいけないんですね。で逆サイだったら別にランバーだけとかで止まるんですよ。ただ同サイペッカの城に工場をつけるとランバーだけとかでは止まんなくて、なんかエレキプラスの何かプラス雪玉とか何かプラスとかノックバックやなんだろう電撃で止めたりとかね、そういうのをしなきゃいけなくなるんで、あの相手のデッキに建物がなさそうだったらペッカの城に工場をペンってつけちゃっていいです。特にラムとかですね、ラム入りのデッキには建物入りが少ないのでもうペッカの城に工場をつけるだけで折れるっていうパターンも結構ありますね。でこれは相手エリ使いです。ガグが出てきた。いや打ってよかったなこれ。まあいいや。え、ペッカ行けよ。オッケーオッケー。ペッカ行けよ言うてますけれども、えいえいと。まあまあまあ、とりあえずこれで U の出して、これランバー受けかな、ギリギリで。お、マスケ。これランバー間に合わないと思うんだけど、U の出しちゃいます。イエー、タルババー。はい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 。あ、飛んでないのか、それ。飛ぶと思ったよな。今そのタルババが加工されてからね、タルババの使用率が減ってね、やっぱね、U のとかがめちゃくちゃ強いんですよね。とりあえず雪玉、これでポイ雪で落ちるんで、ポイズ打っちゃいます。でこれランバー多分来るっすけど、落ちは来なかった。まあアイゴリ切ったばっかなんでね。お、なんか来たな。よいしょ、うまいですね。はい、ってことで、ね、こっちはもう止まらないよーって感じなんですけど、ワンチャンこのねペッカが先に壊してね、えい、工場が生きるんですよ。そうそうそう。でこれでもうサンクラゲーミング所属ですね。まあ一応守られた時用にマジアチャをね防衛で出しておいて、まあ無理ですね守るのは。うん、てな感じで結構建物がない相手にはペッカプラスの工場という形が非常に強いですね。で2倍タイムとか入ってたらペッカが島へ渡るタイミングでもし7エリアあったとします。そしたらユーノと工場をつけるんじゃなくて、工場をつけてそのなんだろう、ポイズンのエリクサを常に4だけ温存しつつ攻めるっていうのが大事で、でもねそのエレキとかマスキが出てくるパターンが多いんですよ、建物なしだと。そうなんで、そういう遠距離ユニットに対して絶対にすぐにポイズンを打つ。でポイズンを打ってから3エリ溜まってから U の追加ってやった方が、その相手がねじりじり耐えてる時にポイズンでその相手の遠距離ユニットをね時間で潰せるんですよ。そうで潰せた時にまだユニットがフィールドに残ってたら相手防衛がめちゃくちゃ苦しいんでね、まあ、てな感じでこれがゴースト型でしたという感じなんですけど、これダックプリ型いきたいと思います。これは本当にダックプリ型はもっとケツペッカするパターンが多いですかね。結構ね、やっぱりがっちり形を組みたいっていうのがあって、でダックプリ型はじゃあゴースト型は逆に始まります。なんだろう、三重子に近い動きって言っても伝わるかわからないですけど、俺の三重子って基本的に三重子出せるときもケツから工場出したりケツからいうのを出して、それにユニットをランバーとかねミニペッカとかそういう三重周期に使いたいユニットを探してからチュチュチュンって出すんですよ。そう、それと結構ゴースト型に出てゴースト、まあ陸受けをね1枚ゴーストで引き出してからペッカを出して受けて両サイド攻めるみたいなね、そういうパターンが多いんですけど、逆にダックプリ型は先にね相手のユニット引き出すとかではなくて、もうペッカの後ろにつける、まあこういう感じなんでね、結構違うんじゃないかなと思いますね。やばい、これで伝わったか分かんないな。伝わってればいいけど、ペッカいいねー、やっぱり違いますね。うちの言うのは鍛え方が違う。うい、あ、それ美味しい。これだってもうアイスピーしかないんで、いやいや、やめてこ、これぶっ壊すよ。うい、あ、これつけてもいいな。これ来なかったら OK。 まあカウンター大事ですね、カウンターが。でまだ大砲回ってないと思うんで、あー3発入んのかい。あーでもいやダメだ、全然回ってるわ。これもう26舐めてた。いやー先に攻めたかったなこれ俺がマスケコール通る瞬間にこれを逆線に出すべきでしたね。もうスキアイスピしかなかったんで、スキアイスピマルタ使わせてって感じだったんですよ。そうなんだったんですけど、大砲がなかったんでね。だから本当はね、しかも今ケツペッカ出したかったなんですけど、なんで同サイ U のでよかったですね。同サイ U の引き出してケツペッカでよかった。
ていうのも、そのこっちに言うの出してからこっちにケツペッカすると、アイゴレとかスケで受けられたやつが地味残りして、それにホグつけられるんですよ、逆サイ。だから基本的にケツペッカするときはユニットを、なんだろう、出したサイド、ユードンとかそういう小物系を出したサイドにケツペッカしたいんですね。で、はい、ケツペッカーですね。で、これでホグこっちに飛ばしにくいんで、こっちに飛ばしてくるケースが多いですと。おや？全然飛ばしてこない。ウィー。おお、なるほどね。そんなにエリアで取れてたんか。ってことは、常に取ってましたね、俺。はい。で、これで、ウッドサイターと、なんでもう、ファイボーでしか死なない。ファイボーじゃ死なないっていうね、このエレキが。そう。なんで、めちゃくちゃ強いですね。よいしょ、いいよ。なー、まあ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 。OK。これでまた相手がホグ出しにくいので、もう8エリとかでね、あの邪金で出しちゃって、今みたいに、今9エリで出したんですけど、出してあげる方が、相手からしたらね、やっぱり、なんだろう、ホグをね、飛ばしにくいんで、ね、たまたまケツペッカと同サイホグ被るだけでも、ダメージ、2、3発入っちゃうんでね、辛いんですよね。そう。はい、これいい、これいい、これいい、これめちゃくちゃいい。よいしょ。いえ26にも勝っちゃう、今のペッカ。あのね、そのさっきの相手の防衛シーンで結構見てもらえればわかると思うんですけど、ペッカがね、あの相手にとね、バシバシに切り裂いてたんですよ。あのなんだろう、スケとか、じゃアイスピとか、あとアイゴレですね。で、今までは結構釣られてたやつとかもペッカの射程が伸びてギリギリ届いてなかったものが全部届くようになって、タワーとかも一発殴ることがめちゃくちゃ増えて、そう、だから多分、ちょっとね、26とかにもやっぱ勝ちやすくなったんかなっていう、そう、って感じですね。今みたいに、ペッカの後ろに、あの、ダックプリをつけて逆サイ工場ってのが、割とその、まあ、ダックプリ型の基本的な動きですね。で、まあ、あの、ウッドファイボーのデッキとかには、基本的にそのペッカ、なんだろう、ちっちゃい方の呪文、まあ、雪玉ファイボーとかでも同じことが言えるんですけど、雪玉を裂いてからとか、ウッドを裂いてから、エレキを足すのをおすすめします。っていうのもね、やっぱりそのペッカの城とかにすぐつけちゃうと、全部まとめられて、ダックプリとペッカとエレキにまとめて、ウッドファイボーとかね、打たれちゃうんで、どっちかですね。まあ、ファイボー咲いたらもちろんね、もっとつけやすいんですけど、ウッドとか咲いた後でも、あの、小物、呪文がないと、ファイボーだけ打っただけでもミリどころにするんですよ、エレキが。エレキって結構、なんだろう、アイスピをワンパンしたりとか、スケ2体潰したりして、相手の事故を誘えるんですね。あと、逆サイ誘導のアイゴレの動きを止めたりできるんで、多分、射程の長いペッカだったら届いたりするんですよ。そうそうそう。なんで、事故を誘えるんで、エレキは、マジでその、つけた方がいいっす。だけど、呪文で死にやすいユニットなんで、ちゃんとそこら辺を考えてね、出してあげるといいのかなと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ！ちょっとドズさん風にやった。